第5回認知症予防セミナーにご参加いただきましてありがとうございますブレイントレーナーの水野恵理子ですよろしくお願いします今回は認知症予防使用シリーズの中でメタボ編でお話ししたいと思いますでは早速始めていきますはいメタボリックシンドローム通称メタボと言いますね お腹や内臓周りに脂肪が蓄積する内臓脂肪型肥満これに加えて、えー、脂質代謝異常、そして高血圧、高血糖のうち2つ以上が当てはまった場合に、このメタボリックシンドロームと言うんですね。はい。で、メタボの判断基準はどうなっているのか見てみましょうか。 まず必須項目として腹部の肥満があるということで、腹位測定をしますね。おへその周りを、えー、測定するんですが、この時男性は85センチ以上、女性は90センチ以上が、えー、内臓肥満となりますが、えー、女性が5センチ多いのは、女性はどうしても皮下脂肪を 貯蓄しやすいんですね。ですので、その分5センチプラスになっています。このことに加え、えー、右側に書いてありますね。血圧、空腹時血糖、中性脂肪、またはコレステロールですね。HDL の。これが基準値より、えー、異常を示した場合に、この2項目が当てはまる場合、えー、メタボというふうに判断されます。では、皆さんに えー、伺っています。メタボと言われたことありますかございますかいやいや、そんな、私は、僕は、きちっと食事管理もしてるし、そして運動もしてるから、メタボになんかはなってない、とおっしゃりたいですね。よくわかります。でもね、 日本ではメタボの予備軍も含めると男性は40歳から74歳で2人に1人ですよ。2人に1人。そして女性は5人に1人当てはまってるんだそうです。そして今さらに増加傾向にあるということですね。やはり今、飽食の時代ですよね。何でも美味しいもの。美味しいものはなんと脳を 刺激する麻薬と同じなんです。美味しいものは砂糖がいっぱい入ってるんですね。砂糖は炭水化物ですね。最終的にエネルギーして使えなかったものは、なんと脂肪として溜まるんです。皮下脂肪女性は多いですが、男性はどちらかというと内臓脂肪に溜まりやすいですね。お腹が筋肉でいい私は。実は内臓脂肪。内臓脂肪は腸が ありますね。腸と腸間膜という膜の間に脂肪が、黄色い脂肪がごちごちちょっといっぱいついてて、ポンポンになっているんですね。このような内臓脂肪のメタボの状況にあると、これが実は認知症のリスクも高めるということが、研究結果で明らかになっているんです。はい。なので、 いかにこの生活習慣病であるメタボも解消していくか。これについて何とかお話しできたらなと思いますね。では、皆さんのメタボになりやすい習慣があるのか、チェックをしてみたいと思います。もし読んでいきますので、当てはまるのがありましたら、手を挙げてください。 皆さんはあまりわからなくて私が見えるかもしれませんが、<laughs> 確認してきますね。はい。では読み上げます。私は一回の食事量が多い。いかがでしょうかはい。わかりました。はい。私は肉をよく食べ、野菜を取らない。いかがですかはい。私はよく間食をする。 はい、ありがとうございます。にっこり笑っちゃいますね。<laughs> 一緒です。私は清涼飲料やジュースをよく飲む。はい、ありがとうございます。私は早食いで5分もあれば完食してしまう。どうでしょうはい。私はお腹周りが太く、お腹も出ている。 どうですかはい、わかりました。私はあまり運動をしていない。はい、ありがとうございます。いかがでしたか ?1 個 ?2 個 ?3 個ありましたでしょうかはい、これを覆っておくと、この、まあいいか、これぐらい、明日からやめようと思う、この人間の怠惰な えー、本性というのかなというかね、そういう心がですね、決、え、心、ー、を緩めてしまって、毎日感食をしたり、えー、大食いをしたりしていると、実はいつの間にかメタボになって、それがどうなるんでしょうね。はい。では、次行きましょうか。はい。メタボが認知症のリスクを高めるということなんですが、それはどういうことかと言いますと、内臓脂肪が 蓄積していきますね。そうしますと、高血圧になったり、高脂、えー、脂質代謝異常が起こったり、高血糖になるんです。これが、えー、出てくると、生活習慣病である高血圧、えー、高脂血症、えー、糖尿病とかになりますよね。それが発症していくんですね。そして、この、えー、発症したことがより動脈効果を 促進するんですね。動脈硬化というのは、えー、血管の中が、えー、こう、コレステロールとか、そういうもので詰まって、壁にくっついていくんですね。そうしますと、えー、そこは、えー、細くなるので、血液が流れるときに、よどみますよね。そうすると血液が血栓を作る。それが飛んで、脳に行けば、 脳梗塞心臓に行けば心筋梗塞そしてまた、破れれば、血管が破れれば、えー、弱くなって脳出血を起こしたりします。で糖尿病も、えー、進んでいくと、実は、えー、動脈硬化で毛細血管までやられてきますからのあの、目、目ですね。失明、網膜症の失明を起こしたり、それから腎臓に動脈硬化が起これば、 えー、人不全、人症になりまして、人工透析をしなければいけない。例えば足に行きますと、末梢神経障害も出ますけれども、足を切断することにもなるんです。本当に命にも関わるし、えー、生きる上でとても不便を強いられる、そんな病気を、えー、待っているんですよね。そしてこのようなことが、えー、まあ生活習慣病のところでも、 えー、お話ししましたけども、認知症のリスクを高めるんです。神経が侵されていく、末梢神経も侵されていきます。脳の神経も侵されていくと、神経細胞が死滅していって、認知症を引き起こすことになるんですね。とても、うん、辛いことですね。 じゃあ、えー、メタボ、内臓脂肪が蓄積している肥満型ですね。これはどのようにして起こるのか見てみましょう。私たちは食べ物を体に入れてエネルギーに変えて心臓が動いたりお腹の消化作用をしたり運動をしたり歩いたり何でもできますよね。そうしてエネルギーとして消費していきますね。でも、 私はたくさん食べる。もうそうすると動かない。食べてはね、食べてはね、押したりしているとどうなりますかもう消費しないので貯金ができますよね。これがお金だったら何百万で貯まるかもしれませんけど、脂肪が、えー、銀行、脂肪銀行に内蔵に銀行として貯まるんですね。 じゃあ、これをどうしようというときには、食事を減らすこと、そして運動をして、うん、内臓脂肪を溜まってる内臓脂肪をエネルギーに変えて減らしていく。そうすると内臓脂肪が減ってきますね。えー、例えば、癌になったりすると痩せていきますね。これは食事が通らない。食事が通らなければ、まず、えー、不動糖がなくなれば、えー 脂肪を分解したり、最終的にはタンパク質を、筋肉をもなくしていきますよね。ですので痩せていく。反対にベタボはあまりにも、ね、プラスが多いの。インが多いためにアウトが少ないので、どうしても内臓脂肪を貯めて、銀行に貯めるの。これは、えー、負債になりますよね。 良いものではないですから <laughs> 不採となりますねはい。ではそのためにどのような生活習慣を変えたらいいのかご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中気になる方はぜひ概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録 SNS でのシェアもよろしくお願いします